さんどうもこんにちは、マンディ&ユーポンです。ところで今日は何をしますかというと、サムエと題名にもあった通り、今日は YouTuber さんを呼びます。で、ただ呼ぶだけではなく、私の島に一旦集まってもらって、みんなでね、かくれんぼをしていきます。いやね、ずっとねやりたかった企画だったので、すっごい楽しみです。では早速呼んでいきます。やばい、来た、来ました来ました。え、誰だろう、来るの。お、鳩ひろさんです。捨てられないゴミ、唐揚げ弁当だって唐揚げ弁当めっちゃうまくない？捨てられないゴミ、いいですね。うちも確かなんかゴミだったような気がする。お、え、めっちゃおしゃれ、なんか山登りするみたいな感じおしゃれおしゃれ。続いて誰が来るんでしょうか。お、来ました来ました。次誰だろう。はい、来ました、ゆうやくん。あ、すごい、ボノボノ通ってめっちゃ可愛い可愛い、無人島の移住者。お、いいですね、ボノボノ通っていいな。さあ、どんな格好で来るのか。あ、なんかすごいゆうやくんっぽい、めっちゃゆうやくんっぽい本当にゆうやくんだ。あ、来ました、きょんさん来ました。プント、お、いいね、かわいい、初めての島民、プント。え、なんかみんな島の名前かわいい。さあ、どんな格好で来てるのか。お、あ、待って、きょんさんっぽい。え、すごい、待って、うちだけなんかユーポンっぽくないんだけど男の子なんだけど、確かにみんな男だ今さあ次誰だろう。ジェニーちゃん、長いの。オーバーアクションなお調子者、ポティトです。お調子者、確かに。さあ、どんな格好で来るのか、初めてだからな、みんな見るの。お、めっちゃ青、なんかカルピスみたいな。お、どんどん来てる、ずっとゆうやくんがあっちにいんだよね。みのりんさん、ん、キャスターウェイト。え、なんかすごい、無人島の移住者。え、なんかさ、みんなさ、島の名前さ、あれだね、個性的っていうかセンスありすぎる。かわいい、服かわいい。待って、うちは、なんでうち女の子じゃないんだろうどんどん来ます、どんどん来ます。お、ゆいちゃん来た、ひなと。え、かわいい、いちごだ。え、待って、センス良すぎない？うちもう持ってるから作ろうかな。きょうさんかわいい、整列、これみんな集まったのかな。あと一人だって、待って、人いっぱい、かわいい、ずっとやりたかったこれ。だって男の子まずいかな。やばいやばい、殴り合ってる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 。ちょっと私着替えてこようかな、ちょっと何の服着てたっけ今まで。やべ、やばい、人来る、来た、えっちゃん来ました。怒り神道、おお、すごい、インターネットの真実。待って、何それ、すごい、インターネットとかあったんだ。わ、すごい、え、豚の鼻かわいい。てか服あれじゃん、作ったのか。え、あれ、みんな帰っちゃった。あれ、えっちゃんいる。あ、来た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 。ナンパしてるナンパしてるゆうやくんナンパしてるは受けんだけどあと一人入んないね。来た、お、たまちゃん、たまちゃま、やってきたインフルエンサー、うふふな島、どういうこと、どういうこと、どういうこと、うふふな島ってどういうこと。来
来ました。あら、かわいい。なんか清楚系の服にサングラスってなんかすごいね。なんか金持ち感やばい。セレブ、超セレブ。来ました、全員揃いました。やったー、カモン。では左の方から自己紹介お願いします。日向ゆいです。はい、ゆいちゃんです。左の方がゆいちゃんです。よろしくお願いします。なんかたまちゃんどこ見てんの。えっちゃんです。よろしくお願いします。さとひろです。さとひろさんです。よろしくお願いします。たまちゃんなんか、あ、たまちゃん売ってる、多分売ってる今。だけど自己紹介。たまちゃん、たま、こちらたまちゃんです。よろしくお願いします。ジェニーです。ジェニーちゃん、よろしくお願いします。みのりんです。みのりんさん、よろしくお願いします。あれ、一人自己紹介が。ボナールゆうやです。ゆうやくん、よろしくお願いします。ということで皆さん、よろしくお願いします。よし、よろしくです。ということで、みな、さん、持ってきたものは何ですか？そう、なんか持ってきてもらったんですよ、適当に。手土産です、手土産。一人ずつじゃあ、見ていきたいと思います。これは？これ誰だ？これゆいちゃんのですか？この、日本刀は、ひなたからです。を、いただきます。日本刀をいただきました。ありがとうございます。よし、ありがとうございます。続いてこれ。何よりも大切なお金、1万ベルいただきました。いいんですか？貯めておくよ、だって。貧乏ドルで助かります。ありがとうございます。ジュースでも買いなさい。なんと優しい。ありがとうございます。これ誰ですか？これ。お年玉や。確かに。確かにお年玉だ。この葉っぱは誰ですか？これ。えっちゃん。熊の大ちゃんをいただきました。ありがとうございます。熊の大ちゃんって誰だ？あれか。え、大きい熊？嘘。えっちゃん、ありがとうございます。はい、続いてこれ。これ、誰ですか？この落とし物。あ、あ、私なんですってこと？あ、私なんですってことか。いただきます。たまちゃんからパンダのチュンチュンいただきました。ありがとうございます。続いてこちら、傘ですね。これワンチャン一緒説あるよね、これ。これ誰？はい、これは誰ですか？ハンダ。ハンダ。あ、ジェニーちゃん。いただきます。そして荷物がいっぱいでした。ジェニーちゃんからは、ビニール傘。いただきました。わ、かわいい。めっちゃかわいいじゃん、ビニール傘。あ、こういいんですか？こうお気に入りもらっちゃって。これはカエルってやったんだけど今。もう一個ね、傘があるんですよ。これ私のだ。ゆあくんですね。いただきます。すいません、荷物がいっぱいでした。ゆうぽに似合うよきっと、だってマジか。え、待って、かわいい。え、かわいい。ということで、ゆうやくんからは傘、カエルの傘をいただきました。ありがとうございます。かわいい。これは、みのりんです。みのりんさんからです。いただきます。みのりんさんからファッションケースをいただきました。ありがとうございます。で、今回は私死んでるんですよ。これ、天使の輪っかがついてるんですけど、このように。私このようにもうお亡くなりになってる方なんで、お供え物としていただきました。ありがとうございます。お洋服飾ってね。はい、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。では早速、かくれんぼをしていきましょう。まず最初に、鬼を決めなければなりません。ゆうくん、イカ出して、なんかずっとイカ出してる。さっき釣ったって言ったよね。鬼切ってやるって、鬼殺隊がいるんだけど。出す準備できましたか？はい、グーグーパーチョキ。おっ、おって何？ねえ、ジェニーちゃん、おって何？なんか、アイコが多かったし、人数多くて割れないんだけど。どうしよう。では、もう一度、いきます。パー、チョキ、パー、グー。はい、アイコです。パー、グー、グー、パー、お？ジェニーちゃん、パー、パー、お？ということは？よし、負けた人。で、今回は、鬼が二人います。なので、二人に絞らないといけないので、グー。じゃあね、
うちとえっちゃんが鬼にします。なのでこう皆さんはね隠れていただきたいと思います。じゃあね早速隠れていくので里平さんにねタイムを任せたいと思います。私タイム持ってないんで3分ですね。タイマーは3分で1回隠れていただきます。じゃあいくよ、お願いします。かくれんぼ開始。じゃあ鬼はこっち行きましょう。よし、じゃあ見ないでおこう、見ないでおこう、ここにここにいよう。あ、これ見えちゃう、どうしよう。あ、中に入ってけばいいんだ、こん中こん中こん中。よし、じゃあねこの後3分待ちます。どこに隠れんだろう。みんな島は全部 OK なんで。あ、かわいい、かわいい。いやーどこで隠れるのか楽しみですね。お、ゆうくん隠れたみたいです。見つけたら網でその人を叩いて見つけたって証拠になります。なので叩きましょう、見つけたらバシバシと。はい、あと33と30秒です。ここは絶対にバレないんだって、さとひなさん。え、怖い。え、ちょっと博物館とか行かれたらね、ちょっとね。うわ、待てよ待てよ待てよ、バレない。え、怖い。なんか意外と見つけられずに終わりそう。はい、ということで皆さん隠れ終わりました。よし、行くぞ行くぞ行くぞ、えっちゃん行くぞ。では早速探していきます。いや全員でということは5人、あれ違うか、あこれは違うか。え、卵置いてる。じゃあ網を用意して。え、卵置いてる。え、あと何これ、卵か。なんかたまちゃんが室内 OK ですかって聞いてたんだよね。だからえ、ワンチャン自分の部屋でもありえるよね。だから蜂入ってたんだけど、うちの家に今蜂も入ってった。はい、いや、いなそうだな、ここはいなそう。さすがにうちの家にはいなそうな感じがする。さすがにね、さすがにいない。 OKOK。 えっちゃんどこ行ったんだろう。待てよ待てよ待てよ、公園。いや、いるわけがない。え、こっちもあの隠れる場所はないと思うんだよね。え、どこ、え、いや、いるわけないんだよ。え、海に溺れてる。え、そワン、え、でもここありえそうだよね。え、でこんな奥にいていなかったらやだな。あ、いないいないいない。あ、分かっちゃったかもしんない、分かったかもしんない。これこれ勝ったぞ。え、なんかこことかに、あ、待って、いたいた、ねえ、いた、ここにいた。これ誰、これ誰。ここいる。ミッケミッケ、誰誰誰で、里平さんかな。あ、里平さんっぽい。あ、いた、ゆいちゃん一緒のところにいた、かわいい。ということでゆいちゃんと里平さん見つけました。よし、えっちゃんがねどこにいるか。あ、でもなんかうちね、そう最近果物のあれを作ったんですよ、果樹園、果樹園。だからもしかしたらそこにもいるかもしれない。ここ今いた、何か、え、ここにいられたらちょっと見づらいよね。あ、いない、あ、意外といない。ジェニーちゃんとかさ結構カルピスっぽくて目立ちそうな感じするのに、なんかいなそうじゃない。ジュンの部屋に行ったか、まさか私の推しの。え、裏に隠れてるとかいないか。うちの部屋の裏とか、あ、いたいた、ジェニーちゃん見切る。待って、人、ちょっと笑っちゃう、これ普通にいた。待って、これ面白、あれは住人だもんな、これも住人だもんね。え、どこ行った、えっちゃん博物館に行った。え、でもさ、うち思ったの、これ洋服屋さんとかにいそうじゃない。え、まさか家の裏とか、全部全部全員家の裏とか。あ、閉まってないもんね。いや、試着室にいるのかなと思ったんだよ。あと30秒だ、やばい、いないね。この裏とかいそうなんだよな。いないいないいない。え、ゆうやくんもいない。
いないいないいない、待って、いないよ。どこ、あ、これ違う、どこ行った、あっちにいる、どうした、顔ここにいた、ゆく博物館か、マジか、ゆうくんは博物館にいました。お、どっから出てきたどっから出てきた、泣いてる。じゃあ最後もう一回戦で終わりたいと思います。じゃあね、またせーので行きたいと思います。なんかさ、ジュンが見つかった、たまちゃんずっと見つかった、たまちゃんちょっと待って、たまちゃんがなんと来ていないという、あ、そっか、最初に見つかった人か。で、最初に見つかった外平さんとゆいちゃんが鬼で行きます。ではタイマーの方よろしくお願いします。じゃあ私が隠れないといけないんですね。あ、たまちゃん、たまちゃんがいない、ちょっと待って、どうしよう、たまちゃん隠れてる、まさか、まだたまちゃんこれ隠れてるぞ、これ、え、うんこ売ってる、ねえ、これ欲しい、このうんち、うちね、この家の裏とか、あ、博物館とかなんか 見つからないよね。いやでも動画的に面白くない、ここら辺にしとく、ここら辺にしとくか。いやでも待って、ジェニーちゃんとこに良さそうな気がする、ここね結構狭いから、ここここ、あとあっちからでも見えないじゃん、多分ジェニーちゃんのところにします。そうですね、ここね、うちが隠れるなら家の裏もいいなと思ったので、博物館ってなると絶対見つかんないから、動画的にね、やっぱりこうチャンネルの主としてやっぱあんまりあれ、なんかここにします、ほらこうやったら見える大丈夫かな、よし隠れた、なんかメール届いてるね、誰からだろうえっちゃんも隠れた、オッケー、たまちゃんどうしたんだろう、よし来る来る、来た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 、来ますよ皆さん、よーいスタート、うわ怖い、どうしよう、これ絶対見つかるような気がする、これね確認できるからね、ここから歩いてくるかもしれません、魚がいます。最初には見つかりたくないよね、なんかさ、ここ歩いてほしいよね、動画的に、ここ飛んで、あ、歩いてる、ゆうちゃんがいました、今歩いて、今上にいるんだ、じゃあまだセーフだね、必死に足で探してた、そっか、じゃあまたあそこから降りてくる可能性もあるのか。里平さんどこ行った、いやなんかね、博物館に行ってそうな気がする、予想、もうちょっとで2分が経ちます。あ、ってことじゃあ3分乗り切ったんだ、今だいたい、え、なんか誰も来ないよ、いないね、上を探してるか博物館に行ってるか室内に行ってるかじゃないか、海の方に行ってるか、あ、トンボだ、ゆいちゃんを一回見かけただけで誰もいない、なんかただ虫だけで寄ってきてるよね今、あ、来た、今いた、ゆいちゃんいた、今ここに渡ってきたらウケるよね、ここってことは、じゃあ降りてきたんだ、降りてきていたかいないか分かんないけど、とりあえず降りてきたんだ、あ、これいけるかもしんない、あと30秒、これはね多分ね勝つと思います、あ、いた、うわやばいあ、やばい、見つかった見つかった、見つかっちゃった、マジか、見つかっちゃった、どこに隠れたんだみんな、あ、なんか前に行ってるってことは見つかった人、ユポン見っけた、見つかっちゃった、全然いない、わーい、え、どこでわーいって言ってんの、え、ここでやってんの、え、こっからじゃ出てくるの、じゃあ人、お、またここにいたのまたここにいた
博物館で棒立ちしてた。はい、ということでね、今日はこの7人で私の島でね、かくれんぼをしてみました。いやね、ずっとやってみたかった企画だったので、すっごい楽しかったです。皆さんありがとうございます。たまちゃんがずっと拍手しております。ではね、皆さんのチャンネルの方でも、あれ仲間、これ YouTuber、 これ YouTuber ということで、皆さんのチャンネルでもコラボ動画が上がっていますので、ぜひ見てください。ではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、おつぱん、おー、すごい、ありがとう。